山口和夫は、広島県広島市西区出身の元プロ野球選手、宇藤右内。1974年に、広島県で生まれる。広島市立古田中学校から、山陽高等学校へ進学すると3年夏は、県大会ベスト4。広島電気大学では一時足転校したが、当主として1年秋にベスト9、4年秋に、同校のリーグ初優勝に貢献し、 ベストナイン受賞。三菱自動車岡崎公式野球部に入部。都市対抗野球に補強選手としても出場したことで、当格を表し、全日本代表候補となった。また3年目の秋に、東海地区選抜で、キューバ戦で4三振の高騰。1999年のドラフト会議で、オリックスブルーウェーブに1位指名され、入団。当初注目したのは、 三輪田勝利スカウトであった。2000年は即戦力として期待され、同年4月2日の対大阪近鉄バファローズ戦でプロ初登板。同年10月8日の対福岡大英ホークス戦でプロ初セーブを挙げる。しかし一軍には、層の厚い投手陣に阻まれて定着できず、ウエスタンリーグでも0勝10敗の成績に終わった。2001年は一軍に定着して32試合に、 当番し、5月6日の対千葉ロッテマリーンズ戦で、プロ初勝利を挙げる。2002年は7月29日の対大栄戦で、松中信彦に、翌々日の31日の同カードでも、上島健ジ・に、急速時速1 5 8キロメートルを2度記録し、速球派投手として活躍した。シーズン途中から、セットアッパーとして起用されると、 大久保勝信の離脱後は抑え投手として6セーブを記録した。だが、9月中旬に投板肩によって肩を痛めて、戦線離脱した。2003年は手術のため、一軍登板はなかった。2004年は、自身の交付調、チームの低迷などが重なったものの、肩の故障から復活して17セーブを挙げる。従来の急速より綺麗で勝負する投球法に、 変更したことで被打率が向上した。同年、ポスティングシステムでのメジャーリーグベースボール遺跡を志願するが、中村克弘などに移住され、結局オリックス残留を発表した。同年オフの球団合併、分配ドラフトを経てオリックスバファローズに入団。2005年シーズン前、大木明から40セーブと、急速100マイルパーアワー超えた成で、メジャーリーグ挑戦許可と言われた。 開幕3戦目の3月28日の対、ロッテ戦では、オリックスバファローズとして初セーブを挙げて、チームの初勝利に貢献した。しかし、この年は、請求難に苦しみ、故障から復活した大久保に抑え投手を譲った。5月11日の対巨人戦では、2点リードの11回裏に、嫉妬が清原和弘の頭部に直撃して、危険球退場を宣告され、 調子を落として降格。シーズン終盤に最小格したがすぐに再降格し、そのままシーズンを終えた。ウエスタンリーグでは1イニングで76球を投げ、1イニング最多投球数のワースト記録を更新した。2006年は先発投手に再転向するが、オープン戦の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦でリックショートに危険球を与えたことで退場処分を受けた。 開幕からウエスタンリーグで安定した投球内容を見せたが、一軍には昇格できず、シーズン終了直前の9月18日対、ロッテ戦でシーズン初登板を果たすが、里崎智也に頭部支給を与えて、危険級退場処分となり、その後は登板機会がなかった。2007年は4年ぶりの一軍登板なしに終わった。二千八年は開幕二軍で迎えたが、 4月上旬に一軍復帰を果たす。同年4月8日の対ソフトバンク戦で4年ぶりに勝利投手となった。春先は主に加藤大輔につなぐ中継ぎ投手として登板したが、セパ交流戦に入ると調子を落として2軍降格。復帰後は春先に比べると安定感を欠いたが、3年ぶりの2桁、登板となる34試合に登板し、防御率3.53と結果を出した。 2009年は一軍登板がなく、10月1日に戦力外通告を受ける。当初は現役続行を希望して12球団合同トライアウトに参加。ストレートは 140km 後半を記録するなど、速球の健在をアピールしたが、獲得球団は現れず、12月18日に自身のブログにて現役引退を発表した。2010年2月1日付で、 オリックスの編成部に所属。九州地区担当時代は山本義信を見出した。2002年に日本人最速大記録の時速 158km を2度記録したことがある球界を代表する速球派投手。常時時速 140km 後半時速 150km 前半を計測する直球とスライダーフォークボールで投球を組み立てる。一方で 相手打者に危険球を与えて退場となるなど、請求難から自滅するケースが多い。入団当初は、同じ続球派投手で、阪急ブレーブスに所属していた山口隆と同じ、背番号14をつけ、山口二世位、山口の再来と呼ばれた。2005年にマーク・クルーンが、 時速1 5 9キロメートルを記録するまで、イラブ・ヒデキ、イガラシ・リョタと共に日本プロ野球最速タ記録を保持しており、2009年シーズン終了時点までは日本人最速タ記録だった。2009年4月1日に自身のブログでエイプリルフールにたとして現役引退を表明する文章を書いたが、ファンからのコメントが相次ぎ球団職員が 本人に事実確認を行うなどの騒動に発展した。数時間後に引退撤回と謝罪文を掲載したが、球団から厳重注意を受けた。しかしこの年限りで、戦力外通告を受けて引退することになった。ABCDE2000 プロ、野球プレイヤーズメーカンスポーツ日本新聞社、清原、無念、巨人を自由契約、清原特集巨人復刻ニュース。 nikkanspoorts.com2020 年12月25日閲覧清原とは翌年チームメイトとなった際に謝罪し清原もあれは事故と返しは返している決断しました最速男山口氏がオリックス編成部入りオリックス山口和夫スカウトの嬉しい誤算胸ときめく出会い縁を信じてスポーツ日本 https www.spanicky.co.jp.baseball.news.2019.1021. 記事 .2019.1020.001173351000.chtml 0 2019年10月21日閲覧。え、で、俺山口が引退ブログで衝撃告白。ありがとうございます。